大分県立大分友情大高等学校は、大分県大分市にある全日制家庭単位制、普通科の高等学校である。通称は、友情高。校舎は、標高約70メートルの友情第一条にあり、通学する際には、急勾配の友情坂を登ることになる。学校敷地内には、友情神社がある。聖実、自主。 創造の三つの校訓をもとに教育目標を立て、人材の育成を図っている。これは、初代、藤原政教校長が提唱したもので、その経緯は、学校を作るという書籍に詳細に書かれている。なお、交渉の三本の矢は、陳税八郎、源ため友が霊山から放ったとされる矢をもとに、これに、毛利元成の三本の矢の伝承を組み合わせて、初代、 藤原政教校長が発案したものである。新産業都市指定や大分臨海工業地帯への企業進出などの工業化等に伴う大分市の人口急増に対応するために大分市郊外に造成された住宅地群の狭間に設けられた高校であり、現在でも付近の住宅地から自転車で通学する生徒が多い。遊場大高校のコーチは一つの大地全体を占めており、校舎は 大地上にあるため、周囲の喧騒から遮断された良好な環境が保たれている。なお、校庭の芝生。ここに、校訓の誠実、自主、創造の精神が生かされている。さらに、管理棟の中庭にあった日本庭園も、生徒会から自主的に提案されたものである。校舎は、管理棟、普通教室棟、特別教室棟からなり、他に、体育館、 プール等がある。管理棟は最も正門寄りに位置し、図書館や職員室などがある。3階建てで路地上の平面を有しており、中央部の中庭を廊下が取り巻き、その外側に室が配される構成となっている。中庭の置物の配置は直上から見ると多い他県の形をしている。普通教室棟は管理棟に隣接して設けられており、 4階建てで通用門側の1階部分の一部がピロティになっている。特別教室棟は普通教室棟に並行して正門から見て最も奥に設けられている。9月祭は毎年9月中旬に3日間行われる。最初の2日間は文化祭に残りの1日は体育祭に当たる。体育祭の団体競技に友情神社に縁のある 源のためともにちなんだため朝合戦がある。2008年に限り、大分国体の影響で体育祭が5月に行われた。追尾府大会は、学校創立以来、毎年冬に行われている行事で、1.2年生が参加する。男子は霊山を上り霊山寺付近で折り返す、約 20km コース、女子は霊山の手前で折り返す、約 16km コースを走る。 途中で歩くことも認められるが、制限時間内にゴールできない場合は危険となる。気温が低い条件下で、特に男子が挑むコースでは、運動部、文化部ともに活動が活発で、全国大会などへの出場も多い。鉄道駅からは離れている一方、国道442号に近接しているため、バス、車の利用が一般的である。ありがとうございます。